最近は仮設住宅に入られている方を中心に、そういう物資の支援と、あとはトリミングする車を2台作りまして、犬を洗うだけじゃなくて、本当にそういう災害時には、人がお風呂としても使えますし、炊き出し用にも使える仕様にはなってますので、それで、仮設住宅の方を回って、ワンちゃんとかをシャンプーしてあげたりとかっていうことを今させてもらってます。長く続くこう支援活動になりますんで、被災してる方々とのそのコミュニケーションのツールとしても、シャンプーしたりとか何度も足を運んで、いろんなこう情報をもらうっていうことも必要かなと思ってですね。そうですね、仮設住宅がペット不可だったりとか、借り上げ住宅がペット不可だったりとか、飼い主さんが一緒に暮らせる、一緒に飼い主さんと一緒に暮らせるのを今待ってる状況ですね。仮設借り上げが無理だってなると、当分今の状況ですと難しいんじゃないかなっていう部分はあります。正直、要は被災した動物だっていう部分で特別な形にはしたくもないし、うちの方はもうカフェとかこういうドッグランでね、遊びに来る方もいますんで、できれば同じようにしてあげたいというのもありますし、そういうイベントある時もボランティアさん含めて参加してもらうようにはしてます。だから運動会とかって言っても、ボランティアさんが飼い主さんの代わりになって運動会に参加してくれたりとかですね。もうこの時期になってくると、なかなかそういうボランティアっていう部分もだいぶこう少なくはなってきて、でうちの方もやっぱりどうしてもこれ、犬のお世話っていうのも猫のお世話もそうですけど、人の手がどうしてもかかると、機械化ができないというのがありまして、冬場とか寒い時期とかになるとなおさら人が集まらなくなってしまうんで、今からまた少しずつね、協力してくれる方の呼びかけをしていかないと、また冬が来ますので、自分たちができることを協力してもらえればと、例えば犬猫嫌いでも洗濯はできますよとか、そういう部分でもいいんで、ご協力いただいているというのが現状ですと。場所がね、町場にあるわけでもないですし、ね、近所にその飲食店がいっぱいあるわけでもないので、寝るとこと食べるところっていうのはこちらの方で用意させていただくっていう形はとってます。動物たちのお世話っていうのはやっぱり人の手がかからなきゃいけないと、自分たちでね、出かけて行くわけにもいかないというのがありますんで、ぜひ皆さんの、ご協力をね、いただきたいと思います。新しい飼い主さんを探している子たちもですね、ここでずっと暮らすよりも、やはり新しい家庭の中で新しい家族として最後を迎えた方が自分たちもその幸せなんじゃないかと思ってますんで、ぜひともそういうご協力もお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。